綾瀬遥と真剣愛のジェシー。堂々 ZDN 交際宣言からのブログ謝罪の急速トーンダウン個人事務所の難しさ。7月24日にニュースポストセブンで綾瀬遥、る三39との真剣愛が報じられたストーンズのジェシー28。ジェシーにとって初の熱愛報道に当初はファンからも応援の声も多かったが、その後の対応がわざわいし状況は一転。 同日夜にブログ、ジェスのズドン。ブログの投稿が炎上してからというものジェシーの振る舞いが一気にトーンダウンし、ファンは荒れている。炎上してしまったジェシーさんの対応は大きく分けて二つです。一つは、熱愛報道に対してメディアへ向けたコメントの変遷。もう一つは、26日朝も X、旧ツイッター、トレンド入りするほどに反響が寄せられている。 ジェスのズドン。ブログの内容ですね。対応のまずさを指摘され、24日の処方をピクにジェシーさんの評判がどんどん落ちてしまっている感じです。女性誌編集者。熱愛を最初に報じた24日朝のニュースポストセブンの記事では、ジェシーは設立間もない個人事務所、ZDN ズドンを通して、プライベートはお任せください。 仲良くさせていただいております。ズドンと回答していた。この時点では、もちろんショックを受けるファンもいたものの、堂々とした交際宣言に祝福の声も多かったが、ジェシーさんは24日夜にブログを更新したんですが、その内容がまずかった。熱愛報道が出るとファンは心配するものですが、それに対して自分は自分。 グループはグループというスタンスを表明したんです。もちろんジェシーさんとしてはグループは何も悪くないから今後も応援してほしいというようなニュアンスでの言葉だったとは思いますが、これにストーンズのジェシーを応援していたファンが反発してしまったんですよね。7月19日の会社設立発表から1週間足らずの熱愛報道だったので、 結婚したいから個人事務所体制にしたのかなんて声も出てしまっています。全道次に25日の朝、ウェブメディア、モデルプレスへのコメントが理由でジェシーはさらに評判を落としてしまったようだ。モデルプレスはニュースポストセブンの記事内容を引用して、綾瀬ジェシーの双方に対して新たに取材していたのだが、ジェシーは ZDN を通して、回答は差し控えさせていただきます。 とコメントしたのだ。なお、綾瀬は所属事務所が処方時と全く同様に、プライベートは本人に任せております。とコメントしている。熱愛報道に対してノーコメント。よくある対応ですが、ジェシーさんの場合は最初に報じたニュースポストセブンに堂々とした交際宣言をしたばかり。それもズドンを添えた異例のノリノリなコメントでしたよね。 ブログでファンからの評判が落ち始めた矢先にズドンを引っ込める。守りに入ったようなコメントをしたことでさらに荒れてしまったんです。同、ジェシーサイドのモデルプレスの取材へのコメントには厳しい声が多数寄せられている。一度発信したのなら貫いたらかっこよかったのに言い直したことで一気にかっこ悪い人になった感。ズドン出した後に差し控えるってもおはや頭抱えるんだけど。 ズドンも差し控えることできたでしょ大人な年齢だけど中身子供だから個人事務所にちゃんと添削してくれる大人入れてほしい。ユーモアのある回答でみんなを笑わせたろ。と思ってコメントしたけど予想外に大炎上メンバーからも咎められたから、撤回したのかなマネージメントって大事だね。